こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今日は、プレジデント、にですね、載っていた緊急提言、デイビッド・アトキンソンということで、まともな経営者こそ起こるべきだ、規律なき積極財政、 MMT が日本経済をダメにするというですね、デイビッド・アトキンソンさんが、書いている原稿、ここにはですね、昨年11月、自民党の政務調査会に西田昌司参議院議員を本部長とする、財政政策検討本部が設置されました。西田議員といえば MMT、モダンマネタリーセオリーを信奉する積極財政派の急先鋒。 MMT はアメリカで生まれた理論ですが、今や、同国でもそれを支持する主流エコノミストは誰もいません。そのようなマニアックな理論を与党で大真面目を、議論しようとしたのはとても危険な兆候ですということでですね、無規律、無条件に自国通貨を、吸って財政支出を増やしても、財政は破綻しないという理論ですという形でですね、いきなり私の名前を挙げてですね、批判してくれてるんですけれども、今日はそのデイビッド・アトキンソンを切るということで皆さん方にお話をさせていただきたいと思います。まずですね、アトキンソンさんは、全く MMT を理解しないまま批判するという、この MMT を批判する人にありがちな、論理を尽くしているんですけれども、無規律無条件に自国通貨建てを、増やしても財政を破綻しないなんてことは一切私たち言っていないんですね。我々が言っていることは何かというと、通貨の発行というのは一体何なのかという事実をですね、言っているだけの話なんです。で、アトキンソンさんの言っている話は我々が言っていることと全く違いまして、我々が言っているのは MMT の言っている意味するところはですね、信用創造、つまり通貨供給ですよね。お金の供給は一体どういう形で行われているのかというとですね、民間銀行がお金を貸し出すと、お金を貸し出すことによって、この通貨量は増える、預金量は増える。これはもうこの私のビデオを見ていただいた方なら誰でもご存知のようにですね、この銀行が貸し出すことによってお金が増える。それともう一つあって、それはですね、国債発行による財政支出なんですね。で、政府が国債を新規発行することによって予算を執行すれば、その分だけ政府の、民間側に、この預金量が増える。で、これは理屈でも何でもなくて事実なんですね。で、そしてもう片方で、じゃあ通貨回収、通貨が減るのはどういうことかというとですね、これはもう債務が増えた時にお金が、預金が増えるんですから、債務の返済ですね、民間が、債務を返済した時に減ると。で、同じくですね、この税金を、徴税することによって、税金を、このかけることによって、政府側に入ることによって供給したお金の量も減りますね。で、そして何よりもこの債務の返済ですから、政府が、その分をですね、徴税をしても、この徴税した金額をそのまま予算執行すればですね、通貨量は減りません。で、しかし債務の返済をということと同じように、国債をそのままですね、徴税で償還してしまうと。で、税で回収したものを全部国債の償還に充ててしまえば、これは通貨量減るということですね。で、この事実を見て、この経済の政策を運営しなければならないということを言っているに過ぎないわけです。さて、ここまでお分かりいただけるとですね、こういうことが言えるんですね。景気が悪い時にですね、デフレ状況の時に税収をどんどん取り上げるというような話にするとですね、ますますこれは国民経済をですね、不安と不満に満ちてしまいますよね。だからそうじゃなくて、政府部門が、このたくさんな、この長期計画を立てる、政府が長期計画を立てると。で、例えばですね、一般的にですね、このどの国もそうですけれども、大体 3%、4% ぐらいの経済成長を普通の先進国でもしているわけですけれども、日本に限ってはこの20年30年というのはですね、全く成長していない、 0% 成長なんですよね。成長していないわけですよ。目的はこういうふうに民間にお金を回していくためにやるわけなんですね。で、デイビッド・アトキンソンさんが
間違ってるのはですね、我々が何のためにやるかということが全く見えてなくてですね、単に無規律無条件に自国通貨を吸って政府支出を増やしても財政は破綻しない、そんなことを言ってるんじゃなくて、こういう長期計画をするための道具として国債は信用創造の道具として使えるという話なんですね。そして無規律無条件じゃなくて、先ほど言いましたように民間の投資と政府部門の投資、ね、このその両方の合計が例えば GDP の 5% ぐらい、その分ぐらいのですね投資量をしているということを、目安にですねやっていくべきだと、そういう話なんです。だから無規律無条件の話は全くじゃないんですよ。むしろしっかりと長期計画を立ててやっていくと、そこが一番大事なポイントなんですが、全くそういう話を、この方々は聞く耳持たずに勝手な解釈してるわけですね。そしてまさにこの人の、問題の一番問題はですね、経済合理性のないばらまきには使うべきではないと、まあ、こういう話言ってるんですけれども、確かに民間は債務返済を、することが条件です。お金を借りてもですね、当然返さなきゃならない。それは自分たちの儲けで返さなきゃならないから、自分たちが儲かるということは経済合理性のあるものでないと、これは、使えません。それは当然なんですよ。ところが政府部門は民間のように、この経済合理性のあるものだけが、ね、政府のやること、仕事かというと、むしろ逆でしょう。政府がやる仕事というのは民間部門ができない、民間部門に任せておいたら経済合理性がないということで、支出ができない。例えば道路とか新幹線とか公共事業とか、これは、全て経済合理性だけでは、民間の言う経済合理性だけでは今やってるわけじゃない。むしろ、民間の計算では経済合理性がないように見えても、長期的に日本の安全保障を考えた時には絶対必要だというものはですね、これはもう経済合理性とは別にやっていくわけですよ。そして政府の、国債の、償還というのはですね、ここが一番大事なポイントですけれども、税金で行ってるんじゃないんですね。で、企業は、自ら儲けで、債務の返済をしていきます。で、しかし政府の場合にはですね、国債の償還というのはどうやってやるかというと、新たに国債を発行して借り換えで行っているわけなんですよ。だから国債の発行残高というのが、このずっと、例えば1200兆円今あるとしてですね、それが、10年経ったら0にするとか、いや10年で半分にするとか、返済をするというようなことを考える必要がない。むしろ考えたらダメなんですよ。やったらダメなんですよ。というのはやってしまうと、その例えば10年で国債残高をですよ、半分に減らすということになると、民間に出ているお金をその分、まあ、600兆円分回収してしまうことになるんですからね。で、そうすると、そういうことするとどういうことになるかと、経済破綻するのは誰の目にも明らかですよね。で、そういうことを実際やった人がいます。で、それは、昭和21年の、この財産税課税ということで、このアメリカに占領されている時代ですね、この大蔵省が、信用切り替えだと言ってですね、預金封鎖をして、そして、一挙にですね、今というところのこの国債残高をゼロにした。だから1200兆円分の税金を取って、でその分を、全部国債なくしちゃったと。皆さん方から1200兆円いっぺんに取ったんですね。で、そんなことしたら潰れてしまうというか、貧しくなりますよね、日本人。まさに戦後の貧しさを作ったのは、大蔵省のそういう間違った財政、政策だったんですね。で、この方のアトキンソンさんの言うことを聞いてるとですね、まさに日本が貧しくなることをこの人言ってるわけですよ。で、この方の言ってることはですね、結局は、政府の仕事を民間と同じように効率的なことをやるべきだという、まさにこれ新自由主義の発想なんですね。そして新自由主義の発想に立って、この20年30年経済運営してきたことがですね、日本を貧困化させてしまったと、この政府と民間の投資が、できなくなって、できなくなってというか合わせてやってることがですね、ネットの資金自由として、ほとんどやってなかった、ゼロだったということなんですよ。だから日本は経済成長もしてこなかったと。まあ、はっきりこういう、この、
理屈がついているわけですね。で、そこを我々ですね、打破するためにどうすればいいかと。で、なぜこの政府の方が長期計画を立てられなかったかというと、ね、税金の範囲内でこの政府はやるべきだという頭がずっと、大蔵省、財務省をはじめですね、政治家の中にもずっとあったわけなんです、ね。なぜ長期計画が投資ができなかったかというと、まさにこの政府部門をプライマリーバランス、ね、黒字化、要するにそれは T から G を引いたですね、ものがゼロになるように、ね、ここをマイナスにならないようにしなければならないという財政規律ばっかり重視する人間が、いたためにですね、結局は民間がお金を貯めているときに政府はお金を出さない。そうするとネットでこの部分がですね、民間も政府もお金を使わないことになってますからね、結局経済はどん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 悪くなってきたと。で、これを打破していくためにはですね、正しい経済の循環、民間がお金を使って、そして経済が大きくなって、で、そして大きくなれば、税収も増えてきますから、自然にここの政府部門も黒字になってくるというね、正しいサイクルに持っていくためには、この先ほど戻しましたけれども、信用創造、つまり通貨供給というのは一体何なのかと、ね、この原点を考えると、通貨供給、信用創造って民間がお金を貸し出すことです、銀行が、もしくは国債を発行して財政出動する、この2つの道がある、ね、でところが今民間の銀行貸し出しよりも、ね、民間お金を貯めてる方が大きいわけですよ。預金超過なんですよ、民間がね、完全に。つまりお金を回収する方しかやってない。これで経済良くなるはずがないんですね。だからここをもっと増やさなきゃならないと。そして、通貨回収というのももう一度考えておくと、これはこの逆さまのことで、負債を、債務を返済していけばお金の量は減っていきますと、ね、で国債を、国債の残高を減らしていけば当然お金の量減るわけですよ。そして、徴税すること、徴税もお金の量を減らすことです。で、この現実を見ろというのが MMT が言ってる話なんですね。で、この方が言ってるような無規律無条件に自国通貨を発行す、すって発行すると、ね、で経済破綻しないと、そんな表面の話じゃなくて、先ほど言った経済そのものをですね、民間と政府、そして海外部分も含めてトータルでマクロとしてお金の流れを見たときに、今日本に欠けているのは何かというと、民間部門と政府部門の、ネットの、信用供給量、通貨供給量、信用創造の量が、このほとんど増えていないと。で、そこがですね、日本の経済停滞の一番の問題だと。で、これは他の国と比べるとですね、明らかにそれがですね、異常だということが出てるわけですね。で、こういう現実を見ないで、民間の同じようにですね、経済効率性で政府の指導もやっていけというのは、全く間違った新自由主義的な議論でですね、岸田さんも我々も、また安倍総理もですね、これはダメだと言ってる話なんですが、いまだにこの人言ってるわけですね。もうアトキンソンさんのような人にですね、話を聞くと、ますます日本は貧しくなるだけ、まあ、このことは言い切っていきたいと思います。ということで、ちょっと長くなりました。また難しい話もしましたけれども、我々が目指しているのはこういうことだと、このためにする、アトキンソンさんの議論に喝を入れたいと思います。今日もご覧になっていただきましてありがとうございました。